こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。本格的始動が開始された某流潜水艦だが、新型ウイルスの影響は今後潜水艦という密閉された空間でいかに防御していくのか大事になってきた。潜水艦では感染拡大は当然になる。インフルエンザさえも防御しなくてはいけない。だが極秘事項となる日本の運用の仕方があるここへ来て、その感染症に感染しない自衛隊が注目されている。とはいえ、最新鋭リチウムイオン電池搭載新型潜水艦のが公開されるとすぐに反応したのは中国、韓国だろう。だが、この情報に最も興味があるのは豪州なのかもしれない。そんな豪州だが、以前に、そう、流型潜水艦を入札国に、最後まで日本を残した。豪州が現在置かれている潜水艦建造計画はどうなっているのか？その時にを紹介していこう。日本の潜水艦が逆転受注されるのか？このような報道がオーストラリアで出始めたようで、一部で話題となっています。この件については、説明が必要ですね。オーストラリアは、中国の海洋進出を警戒して、最新鋭の次期潜水艦を外国から輸入することを決定しました。2016年にコンペが行われたのですが、日本をはじめドイツなども参加していました。日本は高い評価を受けている。そう、流型潜水艦が対象でした。ところがオーストラリアが受注先として選んだのは日本でもドイツでもなくフランスだったのです。フランスは潜水艦12隻で建造費約4兆円という巨額の事業を請け負うことになったのです。実はこれには中国が1枚噛んでいるという説もあるそうです。中国は日本が世界への影響力を持つことを極度に警戒していますから、オーストラリアに横槍を入れたと言われています。というのは、オーストラリアとの貿易額は中国がトップなのです。中国を警戒して潜水艦をということなのですが、やはり貿易額1位の相手の要求を跳ねつけることはできなかったのでしょう。ところが、それから4年目になる現在、製造しているはずのフランスの進捗が遅れているそうです。しかも、フランスの潜水艦建造メーカーとオーストラリア政府の間で、締結されるはずの情報開示や現地雇用などに関する契約内容で二国間の折り合いがつかない膠着状態に陥っているというのです。一説によると、問題はそれだけではなく、肝心用の潜水艦そのものについても不安材料があるとされています。この件について、軍事アナリストの武須島、東野1971年千葉県生まれ、フリーランスの軍事アナリスト、技術ライター氏の解説を紹介しましょう。
フランスの提案は、2016年就役予定の新型原子力潜水艦を通常動力型に改造するというもの。ところが、改造する元々の原潜の就役が遅れたため、オーストラリアの通常動力型艦の設計、建造をいつ開始できるのか、目処すら立たない状況である。また、オーストラリア海軍はアメリカ製の水中超音システムを採用しているが、フランス製の潜水艦とうまく適合するかどうかも疑問がある。フランス製造の機器は優れてはいるが、独自性が強すぎるため、機器同士の調整にかなり時間を取られてしまう可能性があるということです。ここでオーストラリア政府の動きを紹介しましょう。2016年4月、当時のオーストラリア首相ターンブル氏は、海軍の次期潜水艦をフランスに発注すると発表しました。しかし、完成は大幅に遅れています。日本も参加したコンペから約3年が経過し、海を巡る状況も変化しました。何と言っても、中国です。この国の海洋進出は、年々加速しつつあります。オーストラリアとの貿易額では中国がトップではありますが、近隣の南シナ海のみならず、オーストラリア北西に広がるインド洋にも手を伸ばしている中国の様子に海軍が危機感を覚え、対応策を試案し始めたのは当然の動きかと思われます。そして、3年前との大きな違いがもう一つあります。それが、日本の、双、龍、型潜水艦の飛躍的な進化です。2018年10月、双、龍、型潜水艦の11番艦である、双龍が進水しました。2年後の2020年3月が竣工予定です。双龍は水中での動力源を変更しました。従来はバッテリーと AIP、非待機依存推進装置の併用型だったのですが、GS 湯浅社が開発した大容量リチウムイオン電池のみに変更したのです。同じ双龍型であっても、10番までの潜水艦とは全く異なっているので、実際には新型と呼べると思われます。再び、ブス島氏の解説を紹介します。リチウムイオン電池を採用したおかげで、電力容量が従来の約8倍の大きさとなり、スピードなどの面でも限界まで電池を使い切ってしまうことが可能。水中の最大スピードは時速 37km だが、一気に電力を使わないでうまく利用すれば時速 14km で最大200時間も潜航できる計算になる。それほど効率的なのに、充電時間は以前より短くなり、しかも充電対応年数も長くなった。潜水艦としての能力が格段にアップしたとも言えるのではないか。例えば、海峡などで敵を待ち伏せするという、消極的な行動だけではなく、
自ら動いて積極的に相手を探す作戦も多用できるはずだ。鳳竜は日本が製造した潜水艦ですから、当然通常動力型です。非核三原則の下では、日本は原子力潜水艦を製造することはできませんからね。しかし、通常動力潜水艦とはいえ、鳳竜は、原潜に近い運用ができる艦なのです。鳳竜のこの進化こそ、まさにオーストラリア海軍が求めていたものでした。もともと潜水艦の静粛性や建造費、維持費などの面においては、フランスより日本に分がありました。改めてその点を考えたのでしょうか。オーストラリア政府の動きが注目されつつあります。潜水艦はやはりフランスより日本にすべきだったのでは？今から日本に変えられないか？という。ここに来てのフランスから日本への乗り換え逆転受注というシナリオの可能性が推測され始めたというのです。しかも2019年5月はオーストラリア総選挙です。3年前に潜水艦発注でフランスを選んだ現与党の自由党が仮に敗北して政権交代となったら、フランスとの契約破棄の可能性がいよいよ高まることでしょう。政治の動きにも注意が必要ですね。